はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。ジジドットコムですね、何名が書いてジジドットコムにこんなん出てまして、ロシアで軍事パレード予行演習実施、9日の本番、大統領が演説へという、これハリマ戦ね、ハリマ戦ちょっと言いますと、ロシアの首都モスクワの赤の広場で7日、何度かか旧ソ連による対ドイツ戦勝記念日の9日に実施される軍事パレードの全体予行演習が行われた。ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、プーチン大統領は戦勝記念日の演説で何らかの戦果を強調すると見られ、今年の軍事パレードは大きな注目を集めていると。そうなんです。あさってに迫りましたね、これね。7日はモスクワ中心部の道路の通行を規制し、本番さながらの予行演習を実施。ロシア国防省によると、今年のパレードに参加する兵士らの数は昨年より1000人少ない、1万1000人の見通しと。戦車やミサイルを搭載した軍用車両も約130と、昨年より60程度減っており、それはもっと南の方に行かなあかんもんね。仲間が戦ってるわけやからウクライナ侵攻に兵力や兵器を投入した影響が出ている可能性があると。まあそうでしょうね。戦勝77年に合わせ、戦闘機や爆撃機など77機が飛行予定。この中には核戦争などの非常時に大統領らが乗り込むことから、週末の日の飛行機と呼ばれる空中指揮機イリューシン80が含まれると。ロシア軍への支持を示す Z の文字やロシア国旗を描く編隊飛行も計画されている。見たいけど私忙しいからそれ見てられへんなまあそのダイジェスト版でも見ましょうか。戦勝記念日を前にモスクワ市内では戦勝や愛国心の象徴となっている黒とオレンジの縞模様ギョルギーリボンを描いた飾り付けが飲食店の入り口やバスの車体などに施され、広場や公園にも多数のぼりが立てられている。まあお祭り気分が出てますよと、醸し出されてますよということなんでしょうね。この戦勝記念日、対独戦勝記念日というのはですね、今やロシアにとって1年で一番こう派手派手しいイベントになっています。国家行事としては一番ではないんでしょうかね。1990年代ソ連という国がですね、ついえてからですね、しばらくあんまりこう派手にはやってなかったそうなんですね。それを2000年代にですね、プーチンが復活をさせたというふうに言われています。だからもう十何年やってるんですけども、ロシア全土でお祝いをしてまして、不法占拠中の北方領土でも何かのイベントが行われるらしいです。まあ鬱陶しい話ですね。はい、でここでですね、今年の大注目はですね、そのまあパレードも去りながらですね、そこでいつもですね、プーチン大統領は演説をなさるそうなんですね。その演説で何をおっしゃるかということなわけでございまして、昨日も一つ動画を上げさせていただきましたけども、公式なですね、オフィシャルなをに持っていくというのが一つあります。もう一つはですね、これは大変な事態になってるから総動員令というですね、要はもう国を挙げてこれに対処するんだということを宣言してですね、動員をかけると、つまり予備役を招集するとかですね、工場にですね、その本来のものではなくて、軍に対するものを生産性と命じることができるとか、そういうことをするんではないかというふうに言われています。でその他にもですね、その何かしらそのロシアとしてのですね、方針を示す、つまりこう今ロシア側にあるところを全部ですね、領土に編入すると宣言するとかね、
あるいは一方的な停戦を宣言するとかね、まあそれは分かりません、分かりませんが、そういうな何かしら大方針を示す、あるいはこれまでの方針を大幅に変更するような何かをおっしゃる可能性が一つありますね。で、私それと並行してね、重要なのはね、あのプーチン大統領って普段どこにいるか分からん人なんですよ。まあ、本来の現状者はクレムリンという大統領府なんですけども、多分そこにはいらっしゃらないと思うんですね。で、2月24日過ぎの時にはですね、ウラル山脈の核シェルターにいるとかいう話がありましたけども、まあまあそれもありなんですけども、どこにいるかまず分からん人間をプチンできないんですね。なんですけども、この日はここにいらっしゃるということはですね、分かってまして、クレムリンから多分その演説会場、赤の広場のひな壇のところに移動されるんでしょうけどね、そういうふうなプーチンさん、生身のプーチンさん、2月24日以来生身のプーチンさんが人前に現れるっていうのはですね、あれ以来じゃないですか、クリミア半島を併合した記念日に現れて8周年か9周年ですね、2014年ですから8周年ですか、8周年のイベントがあって、その会場にサプライズで現れられたのが、確かあれは3月の初めやったような気がしますけども、まあそれ以来ではないんでしょうか。ということはですね、プーチンさんをなんとかプッチンしたいという人たちもですねまあそのような計画を立てられるということもあり得るわけです。かなり難しいと思いますね、このその9日のその赤の広場というのはかなり難しいことではあると思います。まあ、ただし久々にですね、生身の姿をですね、カメラの前に晒してですね、全世界に向けてと言っていいでしょうね、今回は全世界に向けてですね、演説をされるわけでして、そこで何を言うのかということですね。で、その後この赤の広場から次どこに向かわれるのか、それもある程度ですね、この追尾をすることも可能ではないんかなと思うんですね。ここでここに居よったってなると、だその次どこ行くねんっていうことをですね、追尾ができて、でその行き先というものをあの突き止められる可能性もあるわけですね。そうなるとそれに合わせてですね、プッチン作戦のですね計画も立てられるかもしれないということですね。アメリカなんかは衛星なりを使ってですね、その必死の追尾をするでしょうね、プーチンさんどこ行くんやみたいな、まあ、あるいはアメリカ人も知ってるのかもしれません、普段どこにいるのかとかいうのも知ってるのかもしれませんけどね。まあそういった意味でですね、この9日の演説、多分昼間でしょうから、日本時間で言いますともう夜8時9時になってからではないんでしょうかね、なんか演説何時にあるというふうには分かりませんけども、だから日本の夜のニュースですね、9日の夜のニュースでそれは流れてくるような気がしますし、まあまあその間に合わなければ10日の朝ですね、今日は7日ですから、明日明後日しあさっての朝、私がここで座りながらですね、プーチンこんなこと言いよったねって言って、ベラベラなんか喋れるようなネタを多分豊富に提供してくださっているのではなかろうかなと思いますね。何が起こるか分かりません、何を言うか分かりませんよ、オフィシャルにやるんやと言うかも分かりませんし、みんな頑張ろうって非常故障ちゃうかなって、動員令、かも分かりませんし、それともやめるっていうやめるっていうのはないでしょうね、あるいはアメリカやイギリスに向けて、ドイツやフランスに向けて何か言うかも分かりません、もう一回やったろかみたいなですね、そんな吠えるかも分かりませんね、まあただかなりね、本人追い込まれ感は出てると思いますよ。で健康も優れないようでして、どうやらこうやらパーキンソンみたいですね、だから手がこう震えているという感じのところもですね、世界にさらすのかも分かりますまあそういう意味でですね、もうこの9日はちょっとした あれですね、お楽しみですね。でその翌日10日はですね、お隣でですね大統領就任式で
まあ、これは単に就任して演説するというだけで、そこに外交方針も示されるでしょうけども、まあまあ別に大したことは大した変化はなかろうというふうには思います。はい、これ貼りません、全部読みました。あで貼りませんので、時事 .com ですね、ロシアで軍事パレード予行演習実施、9日の本番大統領は演説へという記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。